パテ,パティページ、パティページ、パティページ、本名、クララ・アン・フーラー、1927年11月8日から2013年1月1日は、アメリカ合衆国の歌手、オクラホマ州、クレアモア出身、マスコギーとする資料もある。アメリカのスタンダードポップスを代表する女性歌手であり、1950年代に女性アーティストとして最も多くの、 レコード売り上げ枚数を記録した。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのクロスオーバーを果たした先駆者の一人でもあり、修正ステージに立ち続けた。クララ、後のパキページは大家族の貧しい家に生まれた。父親は戦六風として働き、母親と姉妹は面活つまみをして生計を立てていた。後年彼女がテレビで語ったところによると一家は電気もなく、 暮暮らし、日が暮れるととと本を読むこともできなかったという。クララは18歳の時に、オクラホマ州タルザのラジオ局、クッチェルの15分番組に歌手として出演するようになった。この番組のスポンサーがページ入業であったために、クララはパティページと名乗るようになった。1946年、サックス奏者でバンドのマネージメントを手掛けていた。 ジャック・リールが人よ限りのライブのためタルザを訪ねた際、たまたまラジオで耳にしたページの歌が気に入って、当時手掛けていたジミー・ジョイバンドへの加入を持ちかけた。しかし結局は両者ともこのバンドを離れ、リールはページの個人マネージャーとなり、彼女の多くの録音で伴奏オーケストラのリーダーを務めた。1947年、ページはカンフェスという他の歌手による 返答のパートを含む歌を録音した。この歌は他にドリスデイとバディ・クラークによるデュエットのバージョンによっても知られる。彼らには別の歌詞を起用するだけの予算がなかったため、リールはページにこのパートも自身で歌うよう進言した。おそらくは一つのレコードにおいて二つのパートを歌うという目新しさも合いま、この歌はチャートの二十位に入るヒットを記録した。当時のマーキュリーレコードでは、 ミッチ・ミラー、ミッチ・ミラー、後にコロンビアレコードで同社を1950年代のポペラー音楽における支配的な地位にまで押し上げた手腕でも知られるが、アンド・アールを務めていた。カンフェスの録音後、ページ、もしくはリール、あるいはその両方かは一人での多重賞というアイディアがすっかり気に入り、一曲すべてを予え賞として歌いたいと申し出た。ミラーはこれに会議的だったとされるが、 最終的には許可し、ページ一人の予栄症によって録音された、With My Eyes, Wide Open, I Am Dreaming は大ヒットとなり、彼女にとって初のミリオンセールスを記録した。メアリー・フォードやジェイン・タージーもこの手法を用いていたことが知られるようになったが、ページこそは一つの楽曲、カンフェスにおいてで多重録音の手法を用いた最初の歌手である。彼女のいくつかのレコードでは、 ボーカルバイ、パッティページ、パッティページ、アンド、パッティページ、とクレジットされており、特に、With My Eyes, Wide Open, I I'm Dreaming には、ザ、パッティページクワーテッドと表記されている。ページンが最初にヒットチャートの1位を記録したのは、モーリス・ラベルのボレロを本案した、オール・マイ・ラブだった。この曲は1950年に5週間にわたって1位の、ザにあった。 彼女の最大のヒット曲は同じく1950年にリリースされたテネシー・ワルツである。この曲は同年に13週間にわたって1位の座にあり、累計売上枚数は600万枚に、タッシュビルボード氏のヒットや後で1950年代最大のヒットを記録した。ページは1953年にボブ・メリルによるナンセンスソング、 ザットダギー・イン・ザ・ウィンドウで大ヒットを記録している。これはビクトリア期のイギリスで流行したボードビル風の衝撃に合わせて演じられるスタイルの歌を翻案したものである。ページはこれを1952年に録音し、ビルボード誌及びキャッシュボックス誌の1953年のチャートで1位を記録した。1963年にページはマーキュリーレコードを去り、 コロンビアレコードに移籍した。この年の5月に来日し、東京と大阪で日本初コンサートを行った。コロンビア時代の1965年には、現在のところ彼女にとって、最後のトップ10ヒットとなっている、ハッシュ、ハッシュ、スイートシャーロット、同名の映画、放題、震えて眠れのテーマ曲を発表した。その後ページは1971年に、マーキュリーに戻ったが、 1973年には、再びコロンビアに移籍して、当時同社の参加にあった、エピックレコードに録音した。1974年から1975年まで、ページは、アブコレコーズに録音し、1981年には、プランテーションレコーズに録音した。彼女の最新のビルボード誌へのチャートインは、1982年に、カントリー部門で80位に入れた、マイマンフライデーである。 ポピュラー部門では1968年に O.C. スミスのカバー曲であるリトル・グリーン・アップルズでチャートインしてのが最後。アダルトコンテンポラリー部門では1971年のギブ・ヒム・ラブが最後である。ページは1983年までカントリー部門にチャートインし続けた。この部門での彼女にとって最大のヒットは トム・ティー・ホールとデュエットし1973年に14位に入ったハロー・ウィーレ・ロンリーである。1990年代にページは自身のレーベル CA ・カイ・レ・コーズを設立した。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞した。彼女の楽曲にはロックンロールの前触れとも言うべき強いビートの効いた作品も多く含まれている。 ミスターミ Mrs. P や、Death, c クロスオーバー・ザ・ブリッジなどがそうしたレベル。2007年には、ヒットパレードの殿堂に検証された。彼女は晩年まで録音を続けており、2008年には、カーブレコーズからアルバムを発表し、ホームスイートをクラホまで、ピンス・ぎるとのデュエットを果たしている。また、毎週日曜日のラジオ番組、ミュージック・オブ・ o ア・ライフの司会を務めた。 最後まで舞台に立ち続けた。2013年1月1日、カリフォルニア州で死去。同2月10日の第55回グラミー賞で厚労賞が贈られた。ページは1956年に振付師のチャールズ・オー・カランと結婚し、2人の子供を儲けたが1972年に離婚した。1990年にはジェリー・フィリサイ・オットーと結婚し、 彼と共にニューハンプシャー州でメープルシロップの事業に従事した。1963年5月22日から24日、ケイホール5月26日、横浜文化体育館1965年11月8日1990年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。